静岡県富士川滑空場。雄大な景色を眺めながら飛行機は滑るように飛んでいきます。操縦しているのは町田市在住の高橋淳さん。御年92歳になる世界最高齢のパイロットです。高橋さんは16歳から操縦桿を握り、およそ70年間空を飛び続けてきました。現在も週に 1,2 回は飛行機で空を飛んでいます。やっぱりもう自分の体の一部じゃないかな、彼女はね。高橋さんのパイロットとしての道は決して平坦なものではありませんでした。1941年、日米開戦の年に海軍飛行予科練習生となり、太平洋戦争では一式陸上攻撃機の操縦員を務め、南方戦線へ派遣されました。戦中戦後の空を飛び続けてきた高橋さん。世界最高齢のパイロットで飛行機の神様と呼ばれる高橋さんと空の記憶に迫ります。1922年、高橋さんは東京大森の医者の家庭に4人兄弟の末っ子として生まれました。模型飛行機が大好きだった高橋さんは、小学校5年生の時、初めて飛行機に乗りました。それで兄貴に頼んで、新聞社の飛行機に昔乗っけてもらったのね。そう、上から見る景色でね、ああもうこれはもう絶対パイロットだと。もうやっぱりもうなろうというふうにもう決めちゃったわけね。そうして1941年、18歳の時、高橋さんはパイロットになるため予科練に入りました。予科練とは海軍飛行予科練習生の略で、旧日本海軍の航空部隊の搭乗員を養成する制度です。高橋さんが予科練に入った2ヶ月後、1941年12月8日未明、真珠湾攻撃が行われ、太平洋戦争が始まりました。高橋さんも1943年から第732海軍航空隊のパイロットとして戦争に参加しました。そして操縦を担当したのが一式陸上攻撃機。7人乗りの大型機で魚雷や爆弾を積んで敵を攻撃するのが主な任務でした。高橋さんは732部隊の一員としてマレー半島のアエルタワル基地に着任します。その時のことをこう振り返ります。先輩たちが攻撃に行くでしょ、そうするとやっぱり帰ってこない、何機か。それがね、やっぱり最初はね、ああやられたのか、もうさっきまで話したやつが何時間か後には帰ってこないからね。本当そこで戦争っていうものは本当に実感したね、うん、高橋さんはその後、ニューギニアやマリアナ、ソロモン海戦などに出撃。しかし1944年夏、サイパン攻撃を最後に所属する部隊に飛べる飛行機がなくなり、部隊は解体、愛知県の豊橋航空隊へ転属になります。半年後の1945年4月、アメリカ軍が沖縄へ上陸。沖縄攻撃のための部隊が編成されることになり、一式陸上攻撃機などの大型機でも特攻を行うことが決められました。そうしたら希望者申し出ろってわけよ。
だから誰もね希望者なんてね、おいどうしようってな思うよね。ほいで、でも嫌ってわけにいかないから、じゃあみんなで手を挙げようと。でみんなで一応手を挙げて、そしたらやっぱりね、長男だとかね、最大者か一人っ子、これは抜かしたね。で僕なんか4人兄弟の末っ子でしょ、もういいの一番よ。ぶち込まれてね。そうして高橋さんは藤川特別攻撃隊の一員として鹿児島県の出水基地へ派遣されることになりました。出水まで行ったらやっぱりこういう大型機で特攻はとても無理だと。乗ってるパイロットもみんなもう若いけど南方で戦争をやってる帰ってきてる連中だから、何回でも攻撃やってくれということで特攻隊は解散になった。みんなもうやれやれよね。特攻の任務が解かれた後、高橋さんは出水部隊陸攻隊の一員として沖縄付近に集結するアメリカ艦隊へ攻撃を行うことになります。魚雷を積んだ一式陸上攻撃機はアメリカ軍の対空砲火の中、海面すれすれに飛びながら敵艦に対しギリギリまで直進で接近する必要がありました。そのため終戦までにおよそ2400機が生産されましたが、終戦時まで残っていたのは1割にも満たない160機程度でした。編隊すら組めず単独での出撃を繰り返しながらも生き残った理由を高橋さんはこう語ります。だから僕はね、どんな攻撃に行ってもね、絶対に爆弾でも魚雷でも落として、あとはもう帰ってきてやろうというつもりは、すごいそういう精神的には強かった。5人6人乗ってるやつ、この連中はもう絶対殺したくないと。まあ左馬になったら突っ込んだろうと思うけどもね、多分。だからもう弾も避けられるだけ避けて、だからもう何発も当たったことありますよ。そうして部隊は解散となり、高橋さんは北海道の美幌基地へ移動することになりました。その道中、青森の港で終戦を迎えます。もうみんなが思うことはこれで助かったっていう。戦後、高橋さんは日本飛行連盟に所属し、JAL や ANA のパイロットの養成を担当。1963年からは赤十字飛行隊にも所属し、さまざまな災害で救援活動に貢献します。翌1964年の新潟地震では、初めて大規模な災害支援活動を行いました。やっぱり人のために人に喜ばれることをやる、これが一番じゃない。ジェットコースター平気？大好きです。みんな大丈夫。それに近いことやるよ。まあ戦争中ね、まあ、僕の軍隊に入った時の同期生、戦争中だからもう8割5分ぐらいみんな亡くなってるわけよね、戦死したりね。でも今こうやって僕が飛んでいられるのも、まあ、そういう連中が、みんなが守ってくれてんじゃないかな。多分そうだと思うよ。まあ元気なうちは、まあ1年1年もう年取ったけども、そうだね、できたら100歳パイロットになったら楽しいね。その辺目標にしてみたいと思ってるよ。はい。空を飛び続けておよそ70年、高橋さんは今日も愛する空を飛行機で飛び続けています。